物々交換とは、物品と物品を直接に交換する決済手段である。お金が存在しなかった時代での決済手段とされて、きたがまだ物々交換で経済が成り立っていたという記録は見つかっていない。ものとあるが、無形のサービスについても使う、何話文化の鶏肉を新聞の年間購読と交換しようとする、男性貨幣などの媒介物を経ず、物やサービスを 直接的に交換することである。交換の基本形態である。例えば、村や町の市場で、芋を大量に持っている人が、服を大量に持っている人に、芋と服を交換することを持ちかけ、交換する割合やその量といった内容について、合意できたら、物々交換が行われる。また、市場以外でも、何らかの物品を大量に持っている人が家えい町々を巡りつつ、 物々交換を行うという方法がある。例えば芋を大量に持っている農家の人が、その芋の山を馬車や車の荷台に積み、町まで行き、人々に芋いらんかなどと声をかけ、欲しいと言った人に何を交換物として出せるか尋ね、提示された品物に応じて、それにふさわしいと農家側が考える芋の量を提示して物々交換を行うという方法がある。 家や町を巡るうちに荷台にあった芋の山が次第に様々な日用品や道具や衣類などに変わっていくことになり芋の山が必要な品々に変わった時点で自分の家へと帰る。日本では第二次世界大戦中にしばしば物々交換が行われた。日本では食料が不足し政府は食料品を配給制にしたが次第に配給される。 食料の量は減り、ついにはとてもではないが配給では、人が生きていけないほどの量にまで減らしてしまった。そこで街に住む人々は仕方なく、自分が持っているもの、例えば着物、装飾品、食器、骨董品、腕時計等々等々、何でも交換してもらえそうなものを持って、汽車に乗り農村まで行き、農家巡りを行い、自分が持ってきたものを農家の人の前に提示し、それを、 農家の側が評価して、米や野菜と交換したり、農家の側が交換を拒否したり、ということが行われた。日本全体では、食料が不足していて、街ではすっかり不足してしまっていたが、農家には、まだ十分な米や野菜があったのである。その結果、農家の蔵には、高級な着物や骨董品が、山のように集まってくることになった。切迫した、状況下、取引が、 全く成立しないと飢えてしまうような状況下にあるのはあくまで町の住人の側であり、農家の側から見れば物々交換が成立しなくてもさほど困るような状況にはなく、町の人が次々に助けてくださいと懇願するように訪れるからその彼らの事情も考慮して応じているわけで、基本的に取引の場で主導権、決定権を握っているのは農家の側であった。 19世紀や20世紀初頭くらいまでは様々な品目について頻繁に行われていた。アンデスコーチで開かれる市場では冷戦時代あたりまでは普通に物々交換が主流で行われていた。近年の先進国とは物々交換による貿易のこと、旧商貿易ともいう全貿易額を10日交換するものから一定期間を過ぎた後に交換によって生じた。 貿易差額を現金で生産勘定するものまで様々な形態がある。主に外貨が不足している発展途上国との貿易で使われ、旧共産圏内では特にこれが多用された。企業間のキャッシュレス取引はバーター取引と呼ばれるが、アータなどの国際的組織によるバーター取引は法定通貨の代わりにブローカーが発行する代替通貨を介した貿易であり、 本来の意味での物々交換とは、乖離がある。お金の始まり82文化財団。そのあたりの状況は、NHK の連続テレビ小説、ごちそうさん、とと姉ちゃんなどで描かれている。NHKBS プレミアム、天外の地に、少年は育つアンデス神の糸を刈る人をまっすぐれこ。 地域通貨ルネサンス大沼康市役本の泉社 2001ISBN 48億8023万 3420pp137 から140ありがとうございます。